はい、どうも、この日これです。今回ですけども、ボムヘイトとすんの同性結婚、コース名キモくですいません。まあ、キモくないぞ、別に。これ、タイトルやけどな。ああ、いやー、俺やん、別タイミング。お茶目な顔しとんな、ほんまに。結構、はしゃいでる。あれ、お母さん怒られた時に、テヘペロみたいな感じだよな、たぶんあれ。うそ。ボムヘイトとすんの同性結婚。同性やったんや、ボムヘイトとすんで、メスやったんや、両方。オスかもしれへんで。いや、メスやろ、どう考えて。なんでどう考えてもメスやろ。なんでなん。ボムヘイって名前で。いや、おぉ危ねえこれ完全オスやろ。見た目がオスやんけ、もうドッスンとか。したいの？あ、結婚した。えあれえボメしたいの？えボメしたいの？えどうせしたいの？どうせ結婚。あた危な、危な。もう一気に行け、一気に。一気に、一気に。はい。いや、行き過ぎやって。やべえ。うーわ。なると思ったわ。うーわ。ほっ。おーいもうゴールやん。そうか。死ぬぞ。よっしゃーマリオ後ろ。いいねー。見て、ボムヘイ一人残して。あれだま、うまく同性結婚成功した、あのカップルだけ。どうすんだ。日本もやっぱその、同性結婚っていう文化、もっと取り入れていくべきやと思うけどな、俺。自由やろ、そんな。外国やったらもう普通やで。差別しとんがわからんわ、俺。外国やったらもう普通やからな、同性結婚なんか。女性と女性とかな、男は男とか。ごくごく当たり前のに海外ドラマでとかでもそうやけど、そういうのとかも、もっと日本もな、寛容になったらいいと思うけどな、俺。主演クラスの人でも結構普通に、芸同士で結婚した人多いからな。だってあれやで。プリズンブレイクのマイコール・スコフィールドもな。マイコール・スコフィールド？マイコール・スコフィールドも。誰やねん、マイコールって。あと他にも、ホワイト・カラーっていうやつの主演の人、めっちゃイケメンなんやけど、ほんまその人も、もう芸の人やからな。結婚しようかな。もう公表した。公表したで、その人も。いや、かっこやろ、そっちの。すごい。まあ、自分に、その人ほんまイケメンやからな。そう。びっくりした夢やけど、それでも。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいな、普通に。もう絶対100万モテるやろ、みたいな。顔しよう。顔しようし。いや、マイケル・スコフィールドもそうや。かっこいいでしかないけど。同じ頃人間なんかねぐらいかっこいいけど、ほんまに。まあ人間やね、もう。それがかっこいいから、ほんまに。次、じゃあどこ行きましょうかね、じゃあ。あ、じゃあ次ですけども、一心先生の赤外線ならぬ黒外線。黒外線ってなんやねん。触れたら即死のセンサー当たるな。触れたら即死のセンサー。もうおなじみ先生のね、コース行きます。まあ、先生は A コースしかないからな。まあ、先生のコースの安定度はすごいんでね。うん、ネットの神っていうベストクリエイターもあったけど、絶対ちゃうわ、あいつ。まあ、どうかわからんぞ。いや、あいつ絶対ネットの神ではないわ。ん ?1?2?1?1? え、どういうことこれ、うん、触れたら即死のセンターって。そういうこと。ええ、あ、こいつ、あ、触れたらな。はい。はい。はい。おぉえぇジャンプできなかったしな。嘘。お前足とも取られたしな、勝手に。あ、来た。まあ、簡単じゃないこれ。おい、おい、これ二人になってくるってことじゃん。二個目。めっちゃむずいやん、じゃあ。あれ、ちゃうわ。一匹やけど。え？あ、ちょっとジャンプ力高なってへんなんか。あれ？うわー！マジで！うわー！おー！いや！むずい！これむずいわ、普通に。まあ、ここはいけるとして。さっき俺若干体が流れたからな。右に。でも体流されても。軸ぶれたからな、ほんまに。軸ぶれてもな、まあ、ちょっと調子悪い時に清原みたいになったからな。いや、清原はまあ、うん、ああ、危なっ！だから軸ぶらして、ほら。調子悪い時に清原、今。調子悪い時はどうなる？ぶれ。やばい、ぶれてまいんだよ。え？あ、こいつだ。マリオのやつだ。今度増えたな、これ。増えたっけ？おったやん。おったやな。マリオのやつ出てくるやつやな。3D ワールドやろ。ちゃう、ニューマリアで。あー、ニューマリか。間違えた。お、親子、親子連れ。あっけ。うーいし！わー、いった！危ねえ！おー、危ねえ！これ。え？何これ？次は何やん？押してくる？押してくる？押してくる？いかな、いかな、いかな。あ、いけるわ、全然。全然余裕ちゃう、これ。え、これむずいぞ。いや、めっちゃ速くない？はい。ほら、むずいって。え、これむずいって、普通に。左からいかなかったんじゃん、あれ。無理か。いけるかもしれんな。うん。あが無理や。これどうなんやろ？待って。お、いけるんじゃん、普通にこれ。いけそうやな。あ、え？あ、フルーツされた。はい、はい。あっか！あ、でももうちょい。いっとった、いっとった。もうちょい前いっとった。もう前いっとった行くんじゃん、俺、普通に。ゴリゴリ攻めていくべきやろ。前世紀誰？まさに。前世紀の松坂大輔みたいな感じだな。ゴリゴリ。高級で、もう攻める感じだな。松坂の。あくそ。今の松坂であかんの。今の松坂やったら絶対あかんな。なんでな。攻められへんやろ、ストレートとか。まず球威が弱まってもどうし。今の松坂の魅力は？一言言うなら。魅力？年俸ゲ。年俸は魅力じゃないよ。会社にとってはもう負担でしかない。まあその分ファンとかのグッズで全然回収できないわけだ。松坂クラスの知名度あれば。まあな。いや俺にとっては松坂年俸魅力やけどな。
ほんまに。それは魅力やろな。いや、魅力やけどな、やっぱり。一番の魅力やけどな、松坂の。俺、早田も投げれんでもええわ、別に。いや、ほんま、俺がもらえたら。俺が5億もらえたら。5億まで全然。4年間5億もらえたら。5億もらえたら俺、ファンサービス何回でもするで、ほんまに。ほんまに、球場何回でも足運ぶわ。まあ、運ぶわな。ああさ。俺さ。はい。おっしゃー、いった、走りながら行くと。助走つけると。前世紀の赤星ぐらい速かったんだよ、さっきの。いや。赤星より速いやつおらんぞ。正直。いや、おるで。おらんで。和田豊。和田豊は全然盗塁でもなんでもないやろ、あいつ。前世紀和田豊。守備やろ、どっちかって和田豊って。ドスケベのおっさんやん、あの人。わかんねえんだこと。なんでわかんねえ、静かに出とったやん、ついに。愛人作ってやん。前世紀のつぶやき、前世紀のおばさん、つぶやきしろぐらい面白いな、今。そんな、まあ。まあまあじゃ、前世紀のつぶやきしろ。はい、じゃあ今回次、これいきます。ヨッシーさん、そこにおられると困ります。どこにおられるんやろな、ヨッシー。1画面になるとき、お邪魔やぞ、しかもあいつ。でも 15% あるから、結構余裕クリアできそうやな。まあまあ、でも、謎解きで 15% やから。1画面になるときか、まあまあ、任しといて。あ、でも、あの、地下ブロック怪しいな。怪しすぎるやろ、あれ。だって、地下ブロック怪しいな、あれ。絶対あそこやろ。ちょいじゃん。ん？どこだ？ちくわブロック落として乗る、乗る感じある、多分あれに。そしたらいけるやん。それ落として乗るやん。惜しいな。でも多分それ、多分でももう絶対と言ってもいけるな。おお！やったー！あれ？あ、よし？あれ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 ？よしいるやん。あ、そこに持ってこれ、来なあかんね、よしよ。右に。あ、そうそう。あ、なるほどね。すげえな、でも。あ、でもこれすごいな。うん。地下ブロックでな。やっぱ先生や。なんでか、なんかほんまになんかその新しい、そのなんか、新しいニハさんみたいな感じで。そうやな。若干な。オッケー。ニハさんの上位版。なるほどね。地下ブロックのとはよし乗らへんと。いやー、でも新しかったな、うん。まさにこれ完成の法則ってのを利用してるね。まあまあ、利用しとんかな。うん。利用しとんな、これ確かに。うん。うまいことタイトルもつけとんで。紫外線はお肌に悪い。まあまあ確かにな。じゃあラストこれいきましょうかね。ネットがなかんで。セイレのポポン。あ、ほんま、セイレみたいな顔してない、ほんまに。セイレやな。聖剣伝説。ファイナルファンタジーに。レジェンド・オブ・マルトが出てきたけど、聖剣伝説の。ん？これなんて言ったらいいんだろう、紫外線お肌に悪い。紫外線全然確かにないもんな。この紫のやつやん、紫外線って。そうなの？あ、まあそうかそうか、赤やもんな。ええー。ん？なんか怖いな。紫外線危ないってことだろ。え、ジャンプ力高っ。人は人高いな、ジャンプ力こいつ高すぎる。羽生えとかないつ。怒らせな、怒らせな。うーわ、あぶ、あぶな。うーわあれ、おっと、勢いのまま行くから。 あ、中間あった。くそ、左。おー、うまい。おい、おー、しかもファイヤーもくれる。オッケー、ナイス。めっちゃええやん。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。いやいや、どこだかしらあるの。うわ、壊せる？倒せんやろ、こいつ。あ、無理か。慎重に、慎重に。うーわー、すげえ。どんなんやねん。おお。あぶない、あぶない。お、パロンでーす。やかい来たかよ。じゃあ、あっとんかよ、これ。間違っとった、やっぱりな。足が当たる？もう一回行くか。ラストチャンスやな、これ。あ、あそこあるやん、でも。キノコっぽいやつ。危ない。あかんねー。あかん。戻すな。これ飛ばしてなあかんねんな。誰も落ちていってへんもん。もうオッケーオッケー。すごいな、から。無限に下がるんか。そうなんや。じゃあタイミング取れるやん。上がれん、上がれん。おぉ。え、やかんかん。やかんやかん。あれ、倒す。もう一気に行くしかない。オッケー、よっしゃ。おー、来たー。よいしょー。よし、よし、増えた、できた。よっしーのこのパッ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 って音がめっちゃええわ、この音。たまらんわ。あかん。おい、あいつ危ないぞ。うわー、やっぷん。よし、強いな、こう。 あれ、あ、あ、チョロブ。あ、え、ドア入った。あ、チョロップ跳ね返してけど。そういうことやな。ここに。ゆちょろ。ほい。なので、これで押すと。
あいつがピースイッチを。すげえな。仕組みやな、これ。きっちり考えられた。おーい、おっしゃー、うまいな。うわ、やられてんしかも、チョロプ。かわいそうやな、チョロプ。うわぁ、すげえな、先生のコース。これ先生のコースちゃうやろ。え、先生のコースやろ、多分。嘘。あ、ちゃうか。精霊やろ。精霊のコースや。精霊すごいな、でも。結構エゴーさな。先生のコースは見間違うぐらいのコースやから。俺は先生じゃないって分かっとったけど。コードも先生かもしれない、もしかしたら。精霊の中の。精霊の中の先生じゃないやろ。ちゃうかな、ほんまに。ディアンケドじゃん、じゃあもしかしたらこいつ。そうなんやろな。なんでやねん。ディアンケドっぽいやろ。もうやめさせてもらうわ。もうやめさせてもらうわ。はい、じゃあ今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。あした